ブルーライト対策江口知恵デジタルディスプレイから出るブルーライトが目に悪いと言われるようになってからずいぶん経ちますいろいろなメディアで取り上げられていてブルーカットをカットするメガネやディスプレイに貼るフィルムコンタクトレンズなどが売られています 私も毎日パソコンを長時間使っていて最近目の疲れを感じているので思い切ってブルーライトカットの新しいメガネを作ってみましたそして効果があるかなと期待しながら早速 JOY のレッスンの時にかけてみたのですがビデオをつけてみたらレンズが青く反射して 怖い顔になってしままうのでで使えませんでしたそしてその数日後ブルーライトカットの眼鏡をかけてインターネットでニュースを見ていた時アメリカの眼科学会がブルーライトでは失明しないしブルーライトカットのパソコン用眼鏡も推奨しないという見解を発表した。 という記事を見つけましたその後調べてみたらブルーライトが目に悪いかどうかについてはいろいろな意見があるようですねブルーライトカットのメガネを買って良かったのかどうかまだわかりませんでも効果を信じてしばらく使ってみようと思います 効果があったと感じたら、皆さんにもお知らせしますね。